はい、タンタンです、こちらもヴィンテージの鎌花ですね、ご紹介したいと思います。こちらコンサートですね、ホワイトラベルが貼ってありまして、中に1970年のスタンプが押してあるので、おそらくその頃の、1本じゃないかと思います。こんな感じで、まあ、非常に綺麗な、こんな感じですね。で、70年だとすれば、もしかしたらこのペグですね、こちらはもう少し後の年代から付き始めてると思いますんで、もしかしたら付け替えてるのかなというところで、あと全体にですね、こんな感じで見ていただくと分かるんですが、おそらくふわっと一回オーバースプレーかなしてるんじゃないかなという印象です。かなり薄くやってるとしても薄く吹いてると思うので、こう気になるというか分かるような感じではないんですけれども、なんとなくそんな、塗装の修理というかな、一回多分ふわっと吹いてるんじゃないかなと、ボディ全体ですね、うん、こんな感じかなと思います。ただ音の方はね、もう70年ですから、40年50年近く経ってるんですけれども、非常にその年数、やっぱり年月が経ってるだけあって、非常に、音良いかなと思いますね。レスポンスよく出てくれますし、コンサートのやっぱり独特のね、こう音のふくよかさっていうのもやっぱりあって、非常に、良い楽器じゃないかと思いますね。ソプラノとはまたやっぱりちょっと雰囲気のね違う感じで、この頃だとどうしてもソプラノスタンダードサイズのものがうちなんかでも多く入ってくるんですけれども、それとはまたやっぱり少し性格の違うというかな、こういった音で非常に思います。全体にね、こんな感じで状態も非常に良いですし、でこの頃なんで、もちろん、ボディからネック指板までオールコアで作られておりますので、今となってはね、こういった作りっていうのも非常に貴重になってるのかなと思います。コンサートサイズ、なかなか古いもの多く鎌花でもね出回ってないと思いますので、こういったコンディションで手に入れられる機会も多くないと思います。ぜひこちら鎌花のホワイトラベル、1970年頃のねホワイトラベルコンサートモデル、ぜひお問い合わせ、ご来店の方お待ちしております。それではタンタンでした。